お昼の私の横バッテンカツ TV でございます。今日はタイムスリップ B ボーイコウ君とヤギ T が来ております。今日はね、なんと私の家からコウ君撮影入ります。さあ、ネタ選びしております。何をかけるでしょう。1分弱なんでね、ちょっとできて入れれて3曲なんで、ちょっとあれ何分までいけんだっけ。インスタ、まあ90秒で3分かやったと思うんですけど、もう今はもうインスタがあれなの、メインで作ってる感じ。昔 TikTok じゃなかったの。あ、いや、同じの載せてます。あのインスタと TikTok を同時に、縦で撮って横で撮って。縦ですね。インスタも縦かな、あれ。インスタはい、縦です。へえ。8と小アカペラは入ってないですね。さあ、ソウルスクリーム8と小。これシール貼っていいですか。どうぞどうぞ。さあ、こうやってね、昔のレコードにシールを貼ってマーキングしておりました。で最後にイトロをつなぎます。こうやってタイムスリップ B ボーイ GO は動画を撮ってるんですね。そう。タイムスリップ B ボーイ GO を待ってください。さあ、ネタ決まりましたかね。タイムスリップ B ボーイ GO 勝手に先輩のレコードにマーキングしました。いいですよ。いいんですか。いいですよ。シール貼っていいですか。どうぞ。どうぞ。その犬だったらおしっこしたのと一緒です。確かにこのマーキングするとこなんか人に見せたことないですね。うんうん、こうやってマーキングします、はい、で、あれヘッドホンってあります。あ、ありますよ。あ、ありますここ。ちょっとお借りしていいですか。あ、すいません。その家でやるの初めてです。そうだよね。なんか店とかはちょっとやらずに出すんですけど、やっぱやりづらい。まあちょっとそのあの状況が普段と形が違ってるんで、まあね、やっぱちょっと分かりにくい時とか困ってる。どこに置く。そこ、はい、カメラそこでいいの。いや、横でちょっと富士山撮ってもっていいですか。あ、俺が撮る。あ、ちょっと OKOK。 なんかベッ、あ、なんかベッドね、よ横に撮りましょうか。あ、よ、あ、どうやって俺撮りますか。あ、もうやりにくくないですか。バッテンガス TV、うん、バッテンガス TV がね。あ、そうか。じゃあこっちこれブレても大丈夫なの。あ、全然大丈夫です。もう今回特別編で音上げてもいいんですかね。もうちょっといいよ。全然いいです。もうこのスピーカーの音で拾うってこと。そうですね、今日はちょっとそれでやります。あ、まだか。あ、まだ、もうちょっと、ね、もう DJ 始まってくらいでしょ、そっちは。あ、そうです。まあ動画自体は撮っといていただいてもいいですか。で、もうあれ、証言はもう一枚が行方不明。90年代の日本語ラップみたいなタイトルね。すごいカメラ構えられてる。タイムスリップ B ボーイ GO。 タイムスリップ B ボーイ GO のためにありがとうございます。タイムスリップ B ボーイ GO。 スリップ なぜかなんか滑りやすくなった。タイムスリップ B ガール、はい。でちょっとやろうかなと思ってるのあって、あ、なんかあのそういう B ガールのためのお店が最近原宿にできて、ちょっとそこを動画撮らせてもらえるって話になったんで、僕も行くけど、なんか女性に着替えてもらうとかありかなみたいな。え、それはタイムスリップ B ボーイ g
GO が女性役をやるっていうわけじゃないですか、はい、いやじゃなくてその女性に来てもらってじゃあお願いします。あ、ごめんね、それ。あ、いやいやいや、ちょっと僕が準備不足し。いつも何回ぐらい撮る？いやいや、一発で？撮る時は一発で20分とかかかってる。一発できないことの方が多いです。ああ、まあね、一発だね。もうこれ下に置いちゃったら。置いてもいいですけど、なんかあのちょっとやりづらい、ね。リバイ使い。レコード着づらいな。またこれやり直そう。いや、大丈夫。いや、無理やん。なんか飛んだな。これが引きついていった。飛びましたね。スリップマットが。これがあるんすよね。まあ、あるわな。イベントでやったりしたらもう最悪。
あるな。あるよ。あ、出た。出た。出た。あるよ。あるよ、出た。あるよ、出た。ありがとうございます。お疲れ様でございました。元気はねけど平気だぜ、仕事のみんなほら俺まだ元気だぜ、まだ目と口耳鼻ついてんぜ、仲間と切磋琢磨しチェンジだけ。元気はねけど平気だぜ、仕事のみんなほら俺まだ元気だぜ、まだ目と口耳鼻ついてんぜ、仲間と切磋琢磨しチェンジだけ。